では今日の展示物について簡単にご説明いたし上げます。まずは FM 緊急ラジオシステム、こちらなんですが、地域のコミュニティ FM 局等を利用しまして、緊急時に自治体の放送を FM ラジオを通じてお聞きいただくというようなシステムになっております。それでは簡単に動かしてみたいと思います。このように自治体の方で緊急放送をかける操作をいたしますと、ラジオの方が自動的に立ち上がりまして、緊急放送です、こういったマイクからの音声がラジオに流れるというような仕組みになっております。こちらは簡単に季節の CM コミュニティ FM 局等にセットアップできる簡単な設備になっております。続きまして、可搬型の FM 放送装置についてご説明いたします。こちらは災害が起こった後に臨時で FM 局を立ち上げたいという際に、あらかじめ準備していただく FM 放送用の新装置となっております。災害時に立ち上げるためには、総務省の方で災害臨時 FM 局というような、免許制度がございまして、そちらの方を災害時に、免許交付されますと、こういった装置を持っている自治体は簡単に、FM 局が立ち上げられ、その地域住民に情報伝達ができるというようなサービスにつながります。ありがとうございました。